壊したい防衛スナッチに優先的に向かってくれて、こう止めてくれるのが強いな。あ、強いな、バトルドリル。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はこの企画でやっていきましょう。視聴者様にいろんな編成で遊んでほしいのかなー。かかちゃんのー、ケースケリ企画のー、ケースケです。ポン！ということで、こちらの企画はですね、まあね、2022年春のアップデートで、はい、合戦メダルですね。が出てきまして、まあ、10、11の方でもね、兵器作れるようになったし、まあ、13とかの、12、13の方でも普段使えないね、兵器をね、自炊できるようになったし、普段、あんまりね、もらえない、援軍とかも自炊できるようになったっていうことなので、せっかくなので、まあ、視聴者様にですね、いろんなね、兵器やね、援軍をね、自炊して、で、この編成で遊んでほしいっていうのをね、紹介していくコーナーとなっております。で、今回はね、先日ね、動画でご紹介しました、リターンの呪文を使った、タウンホール11、12でのクイヒーディガホグですね。の動画紹介したんですよ。そしたらですね、ケースケさんタウンホール13バージョンも紹介してほしいですっていう DM を何件かいただきましたんで、今回はですね、タウンホール13でこちら、はい。タウンホール13になると、バトルドリル、新兵器のバトルドリル、レベルマックスがね、自炊できるようになるんですよ。合戦メダルで。なので今回ね、リターンの呪文と、この新兵器バトルドリルを使ったクイヒーディガホグ、果たしてどれぐらい強いかっていうのをね、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、カカ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、新兵器バトルドリルと、新呪文のリターンの呪文を使った、タウンホール13クイヒーディガホグやってみましょう。レッツゴー！あ、いいですね。じゃあ、施設レベル高めのところ、来たんで、ね、ここやってみましょう。てか、なんかさっきの配置と女、なんか似たような感じだな。え、流行ってんすかこのタイプ。流行ってんのかな、わからないけど、ちょっとやってみましょう。さあさあさあ、で、これでクイーンどっち回ってもいいです。どっちに回ってもいいんで。ここが、いいっすね。火力高い。いいよ。参考になるよ。みんな施設レベル低すぎて参考になんねえよ、とかっていう。コメントがつかずに済むぞ。いいよ。で、こっち、どっち回る？クイーン。オッケー、そっち回るね。オッケー、オッケー、わかった。じゃあ、一回こっちの方をサイドカットしておいてあげて、さあ、で、壁開けの方、やっていきましょう。オッケー、いいよ。で、壁開けていってもらって、で、あ、やべえ、ホイミングチェックのバルーン入れてなかった。危ない、危ない。普段クイヒーやんねえから。普段クイヒーやんねえのがバレる。普段クイヒーやってねえのバレるな、これ。恥ずかしい。しかも、もう一回ホイミングチェックで、入れていきましょうか。で、最初、ちょっとここら辺ちょっとスミゴブでカットしておこう。スミゴブであらかたカットしておいて、で、あとは投石ですね。投石とかに当たってくるサイズを。で、この意外とね、クイヒーやるときに、このね、エアスイってバカにならないです。はい。バカになりません。意外と強いです。これで回復が少し遅れるんで。やっぱ、俺どうしてもあれだな。ヒーラー絶対死なせれない一体は。絶対ヒーラー一体死なせるんだけど、俺。あれ？ちょっと、ヒーラー絶対一体死なせちゃうな。まあ、いや、で、はい、壁叩いてますね。壁叩いてる。じゃあ、一回、キング入れてってあげて、からの、ディガ入れていきます。で、ウォーデンとバトルドリルを入れてってあげてさ、ここからホグライダーですね。で、入れてってあげましょう。で、あとは、リターンの呪文で回収してってあげて、さあ、いいぞ。で、序盤でもうトーム使っといてあげましょう。で、クイーン回収したんで、あ、待って、また中入ってきちゃう。まだ、クイーン中入ってきちゃう、これ。はい、で、ヒーローかけてってあげて、一回回復の方ね、させてってあげましょう。あらぬ方向に行くな。クイーンが、ちょっと待って、待って。変な方向行くな、お前ら。ここら辺、一旦、ちょっとヒール耐えて守っていくわ。で、さあ、こっちの方にちょっと流れていってしまってるんですけど、ここでバトルドリルが強い。13で、あれよ、もう13でさ、もうレベルマックスのバトルドリル使えたら、そりゃ強いよね、と。で、あと、そう。皆さんに伝えたいのが、今回のアップデートで、あれです。前回難易度って実は下がってます。なんで下がってるかっていうと、あいつ、弊社がさ、4つなくなったじゃないですか。普通、通常の弊社が4つから1つになって、闇弊社がさ、2つか1つになったですか。それによって、弊社、施設4つなくなるってめちゃくちゃ難易度下がるんですよ。
なんでかっていうと、施設4つ分ユニットが逸れる恐れがなくなるし、この間も言ったんですけど、ユニットがね、その施設4つ分さ、無駄に殴ることがないんですよ。なので、防衛施設とかにも向かいやすくなって、防衛施設たちを殴りやすくなるっていうのが、この前回難易度を下げてる要因なんで、結構ね、施設数がね、減るってね、結構バグにならないですよ。はい。お次、ここ、やってみましょうか、ラストに。ここ、やってみます。いきますよ。バトルイズ、バルーンでフォーミングチェックしつつの、空気を入れていこうという感じです。はい。やっていきます。壁開けていきます。入りますか?入りますか?入ってください。お願いします。入りました。ありがとうございます。でも、これ、ちょいカットぐらいでもいいと思うんだよな。ちょいカットみたいな。感じで良さそうな気がしなくもない。まあ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 、削るだけ削っておきましょう。削られるだけ削っておいて、OK、バルーンでフォーミングチェックもう一回やっといてあげて、軽くね、肩の、やっていきます。で、まあ、援軍確認とかさ、するわけですよ、ここら辺で。援軍確認とかしてってあげて、援軍、ね、まあ、ここら辺で処理するわけです。そろそろ、ここら辺でさ、連れてくるわけじゃないですか、援軍が。はい、本当に連れてきました。本当に連れてきました、援軍が。なので、まあ、援軍処理、していきます、ここで。さあ、意外と、大丈夫。ライドラを落とす。バルーンも落とす。落とすね。いいね。カットしていくね。で、あれ方もう、OK。レイジャー使っていこう。あーやべえ、クロック使っちゃった。まあ、いっか、クロック使ってしまったんですけど、まあ、削りさ、まあ、やっていくわけ。嫌な、リクスケとかね。OK。出していったね。削っていったね。削っけでね。で、OK。で、テスラ壊して回収。で、回収していきます。回収していって、で、こっちから出す。こっちから出す。で、回収できてないヒーラーがいた。回収しきれなかったヒーラーがいるんですけど。で、削っていくわけですよね。そしたらもうこっからディガ、もう面が狭まってますんで。あ、てか時間がやべえ。時間がやばい。で、ホグライダーをね、出していくわけですよ。ロイちゃんとかね、出していって、で、ちゃんとね、こう、中にね、向かっていくような、密室筋をね、使っていくわけですよ。さあさあさあ、いいですよ。で、さらに、バトルドリルのスタンがやっぱ強えな。バトルドリルぶっ壊れじゃね?本当に。冗談抜きでぶっ壊れじゃない?で、ヒーロー使ってってあげて、ちょっと一回フリーズでカバーしてってあげて、さあ、いいぞ。どん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 、削りの方やってってあげて、で、爆発するタイミングで、トーム、かけてってあげます。で、クイーンやキングはもう流れてって、言ってくれてるんで、いいよいいよ。で、あとはもう、ちょっとストライカーとか、なんか適当に投げ込んでおきましょう。適当に今投げ込みました。で、やってきた。あー、時間がねえな。これサイドカット、サイドカットしてってあげて、いってもう削れ削れ削れ、もうバカすか削ってくれ。でもう、ディガホグいなくなっていいです。このディガホグたちはね、ロイちゃんを守るためのディガホグなんで、ロイヤルチャンピオンを守るためのディガホグなんで、はい。なのでこれでやっていけば、バトルドリルまだ弾けてない、弾けた、あもう弾けたか、バトルドリル弾けたんですけども、さあこれで、ロイちゃん最後ホーミングを使ってって全開できましたね。いや、ちょっと待って、バトルドリルのスタンどれぐらい強かったか見ていきますか、ラスト。はい、じゃあね、バトルドリルの強さね、見ていきましょうか。結構ね、バトルドリル、意外と弾けない。意外と弾けない。まあ、ラスト弾けたと思うんですけど、はい、バトルドリル、はい、スタン入ってますね。で、さらに、はい、クロスに対してスタン入っていく。このね、ちょいスタン、ほんと出た瞬間ぐらいにしかスタンかかんないんですけど、このチョイスタンがマジで強い。はい、はい、ターンもチョイスタンです。このスタンの間にユニットがね、大量に合流してってくれてるんで、DPS を下げてくれているっていうことですからね。で、こう一瞬止めた間に大量のユニットたちでこう削りの方をね、やっていくみたいな感じ。あー、ちょっと俺これ、多分5タップだな。5タップで弾けさせてる。なんですけど、やっぱり追加でさ、やっぱり10日弊社バージョンだと、10日弊社が割れてようやくホグライダーがさ、これに出したとすると、ようやくこっちから合流しててくれるんだけど、あらぬ方向に行ったりとか、なかなか本体にさ、合流しづらかったりするんですよ。なんですけれども、バトルドリルは結構ね、ホグやディガーと一緒にね、動いてくれるから、途中で割れてしまっても、ちゃんと本体部隊に、ホグライダーが合流してくれてるっていうのが強みですね。はい、さっきの攻めのね、バトルドリルの、強さもね、こっちの方もね、ちょっと確認していきましょう。攻めてるときよく確認できないんで。あー、やっぱ強えな、このスタン。はい、スタンって攻撃速度で、攻撃止めたりとか、
できてますね。でバトルドリル、あの移動する時の土の盛り上がり、盛り上がりがでかいから見つけやすいぞこいつ。さあはい、クローズに入ってってくれて、火力も結構でかいですよね。だから全然割れない、バトルドリル本当全然割れないな、全然割れねえ。ホットディガー張りの強みですね。移動中攻撃受けない。あ、かつね、あのバトルドリル何が強いって、ディガーってさ攻撃目標を無差別じゃないですか。なんですけどバトルドリルは優先攻撃目標を防衛室なんで、壊したい防衛室たちに優先的に向かってくれて、こう止めてくれるのが強いな。あ、強いなバトルドリル。13とかではもうホットディガホグにまず、なんかギガホグで使わないってないな。はい、ということで今回はですね、タウンホール15のアップデートで出てきた、バトルドリルですね、タウンホール13とかで使ってみたらどれぐらい強いのかっていう動画お送りしていきました。いや本当にね、あのクイヒーティガホグ、あのもともと強いんですけど、バトルドリルバージョンでまたさらにディガホグ強くなったなっていう印象と、あと兵士が4つなくなったっていうのもめちゃくちゃ影響大きいなっていうふうに思いました。はい、なのでね、あのよろしければね、皆さんもですね、タウンホール13の方とかね、よろしければバトルドリル使ってみてはいかがでしょうか。で、こういう風にクラカラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、あと友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。